ゲイリー・ドゥーダンは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア出身の俳優。身長は約185センチ。アフリカ系アメリカ人、ネイティブアメリカン、ユダヤ人、フランス人、スコットランド人、アイルランド人の血を引いている。母親のサンディは教師、父親のロバートは、ジャズミュージシャンのエージェント、5人兄弟の第4子、6歳の頃。 当時23歳だった最愛の2位、ダレルが、ハイチのモーテルのバルコニーから、謎の転落死を遂げるという悲劇にあっている。地元のハイスクール卒業後は、荒れた生活を送っていた時期もあったが、生活をやりっくりするために、DJ や、ドアマン、雑誌のモデルをしながら、オフブロードウェイで俳優としてのキャリアをスタートさせた。1991年、ガールフレンドと訪れていたパリで、 ディファレントワールドシリーズ、テレビ番組に出演していた、女優兼ディレクターのデビーアレンに遭遇、彼女にテープを送るなどして、同シリーズのシャーザ、ズールーの役を得た、ドレッドヘアのアフリカ系アメリカ人という要望からか、当初は麻薬ディーラーなどに通ったような役ばかりだったが、自分のキャリアのためにならないと感じ、そういった役のオファーを断ったために一時期仕事が減ったが、その間は、 音楽プロデューサーとして活動。幼少の頃から音楽をたしなみ、現在も音楽プロデューサーとしての一面を持つ。彼はピアノ、ギター、ベース、フルート、ドラム、サックスなどの多数の楽器でプロ級の腕前を持つ。2000年、モハメドアリの電気映画、キング・オブ・ザ・ワールドにマルコム・ X 役で出演。2000年10月から始まった CSI 科学捜査班では、 CSI 内で唯一のベガス出身のウォリック・ブラウン役を演じる。2003年には NAACP 賞を、2005年にはサグ賞を、2006年には2度目の NAACP 賞を受賞している。1992年にロシュンバ・ウィリアムズと結婚し、一女一男を設けるが1994年に離婚。長女、ナイラは舞台のミュージカルに出演したこともある。 2008年4月28日カリフォルニア州パームスプリングスにて乗用車内からヘロインやコカインなど複数の麻薬所持の現行犯で逮捕され CSI 科学捜査班も第8シーズンで降板することになった2011年6月13日カリフォルニア州ウエストロサンゼルスにて交通事故を起こした際エクスタシー所持で現行犯逮捕された 2011年11月6日、カリフォルニア州の自宅で元彼女にコールベールカニッツァーへの暴行容疑で逮捕。後に司法取引に応じ5年間の執行猶予となった。2012年には自己破産している。ありがとうございます。